さあ、もう少しよ。あれよ。ホームよ。母さん無事かしら。カルミナ、ああよかった。本当に心配したわ母さん。みんな中に戻ってすぐ行くわ。それで助けになってくれる人たちが列車に。でもハイウェイマンと双子がラッシュをさらって、他のみんなも殺されて。そんな、めちゃくちゃよ。まさかこんなことになるなんて。出ていくんじゃなかった母さん。カルミナ、これからどうすれば。わからない、わからないわ。もう誰も助けに来てくれないの。孤立したのよ。中に入りましょう。話はそれからよ。ありがとう、守ってくれて。ねえ、聞いて。あなたは銃の名手、カルミナはこの谷の地理に明るい。で、だから塞ぎ込んでもいられないでしょ。いい、ラッシュは安全な場所を作ろうとしてた。それをみんなでやるの。チリジリになってる勇敢な人たちを集めましょう。団結するのね。ハイウェイマンに立ち向かえるって簡単じゃないわよ。そうね、でもそれしかない。何はとも、俺、カルミナが戻ってきてよかった。ニックやカルミナと一緒に空を飛びたいわ。ああ。カルミナが戻ってくるとはな。ゲットまで連れて。こんにちは。どうも。
こんにちは。こんにちは。何はともあれ、カルミナが戻ってきてよかった。キャプテン、ちょっと時間ある？やるしかない。ホームを母さんが言うように立て直すの。私たちが協力すればできるわ。私が必要になったらいつでも呼んで。一緒に戦うわ、キャプテン。キャプテンって呼んでもいいでしょ？警備キャプテンじゃちょっと堅苦しいし。ねえ、ずいぶん大変な思いをしてきたでしょ？気晴らしに着替えでもしたかったら向こうにあるのを使っていいから、母さんと話してプロスペリティのために何ができるか詳しく教えてくれるはずよ。カルミナが戻ってくるとはな。しかも助っ人まで連れて。ひどい一日をどうやってみんな乗り切ってるんだろうな。行動開始よ。私はキム。ここを取り仕切ってると思ってくれていいわ。キャプテン、いろいろ大変なのは分かってる。でもこっちはこっちで猫の手も借りたい状況なの。今はあなたがその猫の手ってわけ。あなたの仲間が来てればね。一緒に作物を育てたり、物を作ったり、双子との戦いにも力を貸してくれるはずだった。でもそうはならなかった。自分たちでやるしかない。やるべきことはたくさんあるわ。この辺りのことを説明するわ。ここがプロスペリティ。ハイウェイマンとやり合うならまずはここを整備して発展させる必要があるわ。プロスペリティを発展させる設備がいくつかあるの。そこで武器や乗り物を作ったり、体力のつく植物を育てたり、いろんなことができるわ。こんにちは。これがホープカウンティーよ。設備を最大限に生かすにはエタノールを使ってアップグレードするの。あなたの地図にハイウェイマンが奪ったエタノールを貯蔵してる基地が書いてあるわ。そこを確保して手に入れて。それから専門家がいる場所がここ。彼らの知識がぜひとも必要なの。連れてこれればプロスペリティもあなたももっと強くなれる。でもトーマス・ラッシュがいないとどうにもならないわ。彼は前にも居住地を作った経験があって、その知識がないとプロスペリティを次のレベルに引き上げられない。双子は炭鉱に大量の捕虜を送り込んでるの。私ならそこから探すわ。以上よ。ラッシュを助ける、専門家を探す、エタノールを集めて作れるものを増やす。助けてくれれば私たちもできるだけのことはするわ。生きてるとはな。やることは多いし、やり方もいくらでもあるわ。また説明が必要になったら中庭の掲示板を見て。
ルミナと一緒に来るのを見たよ。こんにちは。焼けして夏目屋敷みたい。その通り。丁重にもてなすとしよう。カルミナが戻ってくるとはな。しかも助っ人まで連れて。偵察隊を見かけたらぜひ話しかけて。うまく切り抜けたな。彼らはホープカウンティの最新情報を常に掴んでる。拠点や埋まってる。新しい味方とか行く価値のある場所を調べて地図を更新してくれるの。始めましょう。素朴な暮らしは悪くないな。こんにちは。はい。何はともあれカルミナが戻ってきてよかった。お互い守り合わないとね。こんなとして双子に注目されてるらしい。ウェイド・ファウラーはこの近くの教会跡で新しいファングセンターを始めようとしてたらしい。ひどい死に方をしたって噂だが、まだ物資の方は回収できるかもしれない。もしもし。小さい頃からずっと空を飛びたいと思ってたの。血なんでしょうね、雷家の。どんな感じか父さんがよくベラベラ喋ってた。自由、無重力、18になったら教えてくれるって約束してたのよ。守ってくれるかな。食べ物も水も大切だが、情報を共有しなかったらただのバカな動物さ。
どの道奴らとは戦うつもりだったけど、あなたが味方でよかったわ。人は下に行こうとするのを止める不思議な力を感じる。ちょっと黙ってくれ。崩壊前、俺たちの家族に銃を突きつけ誘拐したエレン信者がそこらを歩いてやがる。そう簡単に受け入れられるかってんだ。タイミングが悪いな。冬の準備があるの。他人に助けてもらおうなんて浅はかな考えだったわ。自分たちでやらない。家族のことは好きだけど、今は距離を置きたいの。はい、ハイウェイマンは犬を食う。いくら腹が減っても。そういう植物はきっと役に立つ。プロスペリティが避難所になれば助かる人が多い。この一帯全てに響き渡らせるの。レジスタンスの話は親からよく聞かされた。憧れるわ。国中に支部があって、
時々お互いを助けるために補給物資を空輸してるの。飛んでる飛行機は多分それよ。空から落とした物資を誰が手に入れるかはいつも競争で、大抵戦いになるわ。助けて、君のためにもなるから。本当だって。お前についていくよ、キャプ。ラリー・パーカーが住んでた家で突然怪しいマシンが動き出したんだ。ひどいひね。ああ、神様、入るわよ。気をつけろ。こんなのはまだマシ。取っとけば役に立つわよ。走れる人がいるんだ。僕は膝がダメで。ありがとう。いいやつだな。僕はビン、ウィキビーニアの創設者だ。地図と情報ならお任せあれ。ヒントをお探しならウィキビーニアまで。でも問題がある。ウィキビーニアがピンチなんだ。大事なものが全部盗まれたんだよ。地図も情報も何もかも。僕のビジネス計画書もなくなったんだ。でも犯人は分かってる。スタッフのリチャードだよ。ギャンブル好きでいつもハイウェイマンとクレイジーエイトをやってはパンツまで剥ぎ取られて帰ってくるんだ。リチャードがどこかに隠してるか、もしかしたらもうハイウェイマンに取り上げられたのかもしれない。行儀のいい奴らじゃないからね。いつもギャンブルに使ってる場所が近くにあるんだ。脅かしてやればきっと逃げ出して隠れ場所まで案内してくれる。僕が行きたいところだけど、あいにく膝が悪くて、あと肺、それに目も。ってわけで、なんとかして計画書を取り返してくれない？助けてくれたら後で協力するからさ。ウィキビーニアに誓うよ。列車に乗ってた人たちのことを思うと胸が痛い。小さい時友達あまりいなかったから、独り言が癖になっちゃって。敵が。スナイパーは厄介な相手よ。
脅すのはやめてくれ。話すから。見ろよ、ほら、トランプのゲームで服を取られたんだ。困ってるんだ、わかるだろ。まさかこんなことになるとは。俺はビーンの偵察だったんだ。ハイウェイマンが押し寄せてきたとき、やつらはいい情報源になると思った。やつらは賭けに勝てたら情報をやるって。で、いつの間にかビーンの金まで巻き上げられてた。あとかけられるものは服とビーンの計画書しかなかったんだ。計画書は隠してある、あの丘の向こうのバンカーにね。もうギャンブルは二度としないって誓うよ。まだ生きてる。助けて、助けてくれ。揃えて、それにプロスペリティのみんなもそれぞれのやり方で力になれる。頼ってちょうだい、きっと後悔はさせないから。キャプテン、ハイウェイマンが人を使って死体から物を剥ぎ取ってるらしいわ。作業者に度胸はないから、トラブルになりそうだと分かったら逃げるはず。見かけたら倒してバックパックから奪うといいわ。きっと使えるものがたくさん入ってるから。動くわね。
し、僕の声聞こえてる？オーバーあーいやー、まだオーバーじゃなかった。引っ越すことになったって言おうとしたんだ。でも多分近くだと思うよ。南かな。きっとわかるよ、きっとね。もうダメかと思った。やったんだね、信じてたよ手を叩いて喜びたいけど、それじゃピエロか赤ん坊だってパパに叱られるからね。協力するって話を覚えてる？そう、ウィキビーニアの本部をプロスペリティに立ち上げるんだ。偵察なんかからホットな情報を集めて地図作りを再開して、それからまあいずれわかるよ。僕のプランがあればウィキビーニアは世界に広がる。パパに聞いた昔話みたいに、みんなが手伝ってくれて、みんなが寄付してくれるんだ。すごいぞ。後でプロスペリティで落ち合おうよ。よし、こうしちゃいられない。じゃあそれまで元気で。エデン信者は悪党だって言ってたけど、そんな風には見えない。贅沢はできないけど、あるもので精一杯やってるわ。
仮一つね。危なかった。
起動する。援護。今日はついてたみたい。ここはすごく大きく感じる時もちっぽけに感じる時もある。生き残るためには何でも使わなきゃ。